出身のタレント日本人と台湾人のハーフであり、日本、台湾等で活動している。大北日本人学校在学中の1999年に、パナソニックの携帯電話の CM に出演し、注目された。ミニスカートを履いたギャル系のファッションで人気となっており、2009年には、台湾の日刊誌、品火日報で10大美乳女王に選ばれた。 2011年8月7年ぶりに出したアルバムヨルデンガールズパワーは2万枚以上のセールスを記録した。日本人の父と台湾人の母を持つハーフ、10歳まで日本で育った。川島は2009年に台湾の週刊誌1週間のインタビューに対して父は日本の暴力団関係者、母の3度目の夫。 私の中にもヤクザの血が流れている。両親とも気象が激しいので、私もそんな性格を引き継いでいる。と自分の複雑な家庭状況を告白したことがある。2012年、川島の母はマスコミに対して夫からの DV 被害と小さい頃の巻き終えの悪影響を打ち明けた。 2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2011年、2012年2月3日、未明、台湾にて、沖縄県出身の日本人男性、友より高る台湾人、タレント2名と同乗したタクシーで、シートベルト着用を求められたことをきっかけに、台湾人運転手との間にトラブルを生じ、同乗者の日本人男性が、運転手に暴行を加えて、一時は、 重体となる重傷をわせた。この事件は連合法、自由時報、中国時報、貧化日報などで一面で扱われるなど、大きく報じられ、台湾における、親日感情への影響も懸念される事態となっている。2月4日の謝罪会見で、川島は、胸を触られたと発言していたが、Facebook に、ハンマキヨダンというアカウントが作成され、批判が、殺到。 2月5日までに加入者は16万人を超えた。その後2月7日の会見で胸を触られたという発言は嘘であったことを認めた。この事件については中国国民党中央常務委員会でも話題となり、馬英九総統も真相解明を支持した。また、台湾の芸能界で大きな影響力を持つ白水氷を胸乗りも激しく彼女を非難した。 2月11日までに、同情の男性、川島の2名が起訴され、男性に対して、懲役6年、川島に対して、懲役4年の休刑がなされた。2月21日には、被害者への見舞いをドタキャンした。3月5日、台湾での就労許可証が剥奪されたことが、明らかになった。3月15日、被害者と300万台湾ドルでは返したことが、 明らかになり、男性への休刑が2年、川島への休刑が1年4ヶ月に軽減された。4月26日、男性には、懲役1年、執行猶予4年、川島には、懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決が出された。約1年の活動休止を経て、2013年1月18日に、芸能活動を再開。しかし、 2014年10月21日に、禁酒の誓いを破って飲酒し、再び泥酔して、タクシーに乗り込む姿がキャッチされた。禁酒の誓いを破ったことについてマキオは、友人のおめでたい席なので酒を口にしたと、弁明している。ありがとうございます。